いつもちょっと環境は変わりました。ね、探偵もあります。針はないですけどね、今ね。まあ、後々やっていこうかなと思っております。で、この DJ ブースもね、DIY、ね、しました。まあ、その話はね、置いといて、ね、まあ、使うのはね、CDJ とミキサー。ミキサーも変わりました。500をね、友人からもらいまして、使っております。で、まあ、今回ね、この、カットイン、ね、カットインしやすい曲と、カットアウトしやすい曲をちょろっと解説して、ね、ぐらいで済まそうかなと思ってます。後々ね、まあね、それ、カットインどうやってやるんじゃいとかね、その曲、カットインした方がいいんじゃないのみたいなね。なんかまあいろいろね、まあ応用はね、後からやっていこうと思います。で、カットインしやすい曲をね、紹介します。まあ、上にトライユナイト入ってますが、トライユナイト、でかいか。トライユナイトはいきなり始まりますね。みたいなね。で、こっちにはドリームライザーが入っておりますが、ね、まあどっちもね、頭からドンと、いきます。ドリームライザーはね、頭のここの部分がありますが、このこっからね、9取って、ね、頭から取れますけど、まあ、なんでこれがね、カットインしやすいかっていうとね、いきなりドーンってくるんですね。パンって切り替えても、要は、ゲインもね、大きいから、前の曲がうるさくて、いきなり切り替わってもうるさいというかね、正しい音量で来てくれます。まあ、それだけじゃないんですけど、静かな曲はカットインっていうのもあるんですけど、それは応用編でやってきます。あくまで超基本のね、やつをやってきますので、トライナイトもね、トライナイトでもお手本のように頭がね、この頭ほぼなしからの、ね、むちゃくちゃわかりやすいね。じゃあ、ね、要は、ドア頭からガツンってくっきてっていう曲ですね。要は、フェードインで入る曲とかってやっぱり向いてないんですよね。とか、歌だけ、声だけとかね、よりはカットイン映えするというかね、もちろん応用編でそれらのカットインもやりますけど、初歩のね、カットイン映えする、誰でもこの、まずね、できるという感じで紹介しておりますのでね。で、続きましてね、カットアウトしやすい曲をね、紹介します。左のトラック、ガチャガチャキューというフィギュアとかけますね。アットメイト、ここで、ね、まあ、フィギュアットなんてもうめちゃ、あそこでバーンって切れるからね。もうもうゲインもゼロになる。あそこでスパッって切り替えるとね、まあ気持ちいいでしょう。で、続いて右トラック、レッツアイカツ。レディーゴー、ワン、シフト、セブン、エイ、ここ、ね、で、フィギュアットはね、こう、ぶち切れて、めっちゃわかりやすかったんですけど、レッツアイカツに関しては、もうあそこで放り込むしかないよね。2番が入ってきちゃうからね、重ねてる暇がない。だから、むしろ、レッツアイカツに関しては、しやすいとかの領域じゃなくて、せざるを得ない。カットインせざるを得ないような曲になってます。で、こういう場面もね、いっぱいあると思うので、しっかり覚えておかないと、事故る可能性がね、大きくなりますよね。で、もうちょっと解説しますよね。レッツアイカツ、もう一回聞きますね。ちょっとメロディーの狭間というか。レディーゴー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ね、今のカウントしたところが、なんて言うんでしょう。小説の間ですよね。で、結構こう、流れながら行ってる曲とかもあるんですけど、まあ、ちょっとやりにくいパターンをね、今から紹介しますけど、レッツアイカツあそこでポンって切れるんで、今のはサビ終わりのね、要はサビがあって、次が2番の A メロが始まる。ね、ここの間、この親指のね、ここの間を、が
こう入れ替わるというかね、あのはっきり分かれているところなので、ここでこうね別の曲をガチンとね持ってくるといいですよっていう話ですよね。さあ続きましてね、カットアウトしにくい曲ね、紹介します。青函飛行をカットインしようとしましょう。聞いてみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、え、ここ、ね、今なんで、かわかりますかね。一回やってみましょう。カットしますんでね、ファイ、シックス、セブン、ワンでカットしますよね。どういう風になるか。ポン、ね、ツーがワンの音になるんですね。だから、一回やってみようか。ひどいありさまを。では、ひどい例やっていきますね。まあ、雑にいきますか。ね、これもうひどいですね。もう要はこれが青函飛行の向いてない理由なんですね。カットアウトするのに。なんでこれね、実際俺見たことあるからね、あのこのいやひでえなってみんな思ってるかもしれないですけど、本当にいるからね、現場で見たことあるからね。まあそれは置いといて、で次のね、カレンダーガール。これはね、サビ終わりではカットインしにくい。で、メロディーが入ってから、2番入る直前だったらカットインしやすいっていう感じですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ここと、ここなんだけど、分かりやすい方からね、ここできるば、綺麗ですよね。ただサビ後に記録するとここなんだけどなーね、切れてないね。サビ終わって間奏、要はサビと間奏が合体してる状態なので、声も伸びちゃってるし、例えばここのここ来てここで切らないといけない、親指のところのこのところで切らないといけないけど、そのままサビがなーって入ってきてる。でメロディーラインもガンガン乗ってるから切れないですね、切ろうと思っても。でなんでカレンダーガールをカットインしようとすると、さらにここのね2番が始まる前のここのねところだったら大丈夫ですよっていう感じなんですけど、要はまあみんなね、アニソン想像してもらって声が伸びてる曲とかね、いっぱいあると思いますけど、あそこはやっぱりね、カットアウトしにくい曲になってますので、まあ、基本的にはまあ混ぜたりとか、もっと工夫が必要になってくるので、単純にホイってカットインしようとするといけませんよっていう話ですね。まあこんなもんでね、まあ、カットインしやすい曲、カットアウトしにくい曲ね、ありますよっていう感じで、一個だけね、しっかり例を見せて終わろうかなって感じですけどね。はい。さあ、まあ、とりあえずやっていきましょうかね。メイクイットからプリキュア5いきます。まあ、ジョージアニメつなぎということでね。まあ、年代が離れてるんでね、あんまり、僕は本番というかね、実際の場面では やらないとは思いますよね。プリキュア5はね、まるで、もう、カットインの申し子のような、ここからね、あれ。ドア玉からベーってね、お手本のようなカットイン曲。で、まぁ、繋いでいきますね、じゃあね。さあ、どうですかね。まぁ、メイクイットが、この、プリパラプリパラダイスパン、切れる。で、プリキュア5が頭からドンってくる。そこをくっつけたってね。切って切ったところを溶接してっていう形でやりました。で、もう先にネタバラしちゃうと、今ので違和感覚えた人
正解です。今のはね、カットインは成立してるけど、いまいちなんですよね。なんでいまいちかっていうのは応用編でやっていきますけど、今回はね、こう、溶接する場所っていうのをね、しっかり、分かってもらえたらいいのかなって感じなんで、で、まあ、いろいろ言いたいことはいっぱい山ほどあるんですけど、そうだな。じゃあ、プリパラの違う曲でやってみます。レディースマイル。ひどいですよね。まあ、言わんでもわかると思うので、解説はしませんがね。で、じゃあ、これの場合は、感想終わりでいきゃいいんじゃないのか、チェック。まあ、今のだったら、まあ、一応成立はしますよね。成立はするし、なんだけど、間延びした感はありますよね。で、例えば、メイクイットでも、レディースマイルでも、その、めちゃくちゃ、このね、盛り上がってたら、感想まで行っていいと思います。逆に行った方がいい時は多いですよね。特にまあ、例えばじゃあメイクイットで、てれ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 のところでめっちゃみんな、こう、うひょーってなってたら、っていうのは前奏で判断できますよね。うひょーってなってたら、そこも入れるべきだし、そうするとカットイン場所が変わってきますよね。で、そういうのは、本当に現場瞬時で判断しないといけない。どこでカットインするか、ね、組み合わせだったり、いろいろだったり、まあ、技術的にはこうすればいいようなんだけど、もっと深く、いろんなことが詰まってるのがカットインっていう話がしたかった。ね。まあ、ちょっとあんまり長くなってもしょうがないと思うので、まあ、こんなもんにしますけど、とにかくね、この、カットイン、ね、まあ、9合わせて、ほんとね、僕が今回やったのはもう、縦フェイペンって下ろして、再生ボタンペンって押しただけ。ね、手元は簡単。でも、奥がめちゃくちゃ深い。で、今のレディースマイルと、からプリキュア5も、すげえいまいちなカットインですね。カットインっていうのは、成立してるけど、ただ、それがいいカットインか悪いカットインかっていう話になってきましたよね。で、なんで、しっかりね、応用編をやりながらね、解説していきます。今回はやり方だけ紹介しましたっていう感じでね。で、まあ、これ続きの動画なのでね、もうオープニングエンディングとかね、特にまあ間を挟まずね、次もこういう感じでね、いきなりこの画面から始めようかと思いますのでね、よろしくお願いしますということでね、今回もね、見てくれてありがとうございますということで、まあ、今回の動画はまあ、ためになったかどうかはちょっとね、まあ、カットインのことを少し知ることができましたとかね、あれば、ぜひぜひね、チャンネル登録して高評価をね、ぜひよろしくお願いいたします。という感じでね、まあ、次回の動画でね、また深掘りしていきますので、よろしくお願いします。ということで、今回は終わります。あっす